ステップの一つ目、ラケットの中心でサーブの位置を測るっていうことですね。そうです。ラケットの、先端、角の部分でポンと合わせるのが分かると思います。これ非常に大切です。これでボールのコースを測ることで、少しのコースのズレに正確に合わせる癖をつけます。ステップの2つ目、ラケットで測定したポイントに体の中心を合わせに行くっていうことですね。これです。まあ、今ちょっとゆっくりやってもらってますが、ラケットで合わせながら体の中心を、そこに、ラケットの位置に持っていくっていうようなイメージですね。これがいきなり体から合わせに行くと結構そのブレやすいので、こうダブルスっていうパートナーに迷惑をかけない、ミスをしないっていう状況ですごくミスが減るので、必ず意識してください。まあ、とにかく正確で素早いポジション取りをするためのコツになります。まあ、ここで山上コーチはラケットでポジション取りながらもう体も同時に合わせてるんですね。ここでも非常に素早いので、撮影中も全く打ち損じがないような感覚ですね。絶対に手だけではいかないっていうところ、体をしっかりとボールが来るところに持っていくことができるというところを注目してください。次、ステップの3つ目です。ステップの3つ目はクロスに打つときは強気、まあもう一発で抜きに行くような速いチキンを狙いますね。できない正直、まあ、これは後々ストレートもやるんですが、ストレートとクロス両方見せられた時にこのチキータをされたらもう正直ひとたまりもないです。で、距離の短いストレートっていうのは安定志向、しっかり回転を強くかけて、まあ、ループチキータみたいなイメージですね。速いチキータよりもしっかり回転をかけたチキータで相手を崩すっていうところ、安定志向でいくということですね。はい、ここが非常に大切になります。ちょっと簡単にまとめると、まあ、クロスを見せてからストレートを使うと、ストレートでも遅くても、もう球のスピードが遅くても十分に崩せるというところです。で、ストレートに速い球が行くと、まあ、パンパンとブロックされた時に苦しくなるので、まあ、ストレートのチキータは遅い方がいい場合が多いですね。遅くても十分こういう風に崩すことができます。まあ、正直私は崩されまくってます。この速いチキータを見せられてストレート絶対崩れちゃいます。これはもう非常に重要なポイント、ダブルスでディフェンスレシーブで点を取る、活躍するために非常に重要なことなので、必ず覚えておいてほしいと思います。ぜひ練習をしっかりやって、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。